はい、どうも、皆さん、こんにちは、ジャルトです。今回も、青鬼の実況を前回の続きからやっていこうと思います。で、今回は、このマスクガチャを、やろうと思います。今まで動画とかを、動画、ゲーム内にある、なんか、そのコインが手に入る動画を見て、動画の撮影中には見てないんですけど、まあ個人的に見て、まあゲットして1回20枚必要で、今60枚持ってね、3回引けるので、やっていこうと思います。はい。来ましたね。はい。お疲れ様です。では、前回の続きからやっていきます。はい、前回は、そうっすね。前回は、まあ、ここにあったネジを外して、で、まあ、この部屋から出ようとしたら猫が、来て、で、そこの額縁が、なんか、落ちてきた、です。なので、まあ、やっていきましょう。で、こういう、このひ、こ、この青鬼は、なんかその、直線が早いんで、あんまりさっきみたいに、直線上にいるとすぐ捕まってしまうので、まあ、なるべく、なるべくまあ直線上にいないようにしていきたいですね。はい。まあだいぶ慣れてきたんじゃないかなと思うんですが、まあまだまだ操作に。いやー、まだまだですね。はい。で、パソコン版にあったのが、なんか、普通の青鬼よりも、この青鬼は、なんかその、なんかその、時間が、時間がなんか短かったような覚えがあるんですけど、特に関係なさそうですね。いや、苦手ですね。苦手です。はい。こうなったら、もう、ちょっとせこい気がしますが、まあ、これでなんとかして、多分これどっかに行かないと消えないっていうもんじゃないと思うので、多分これでなんとか、せこいのか?多分これ時間経過で消えると思うんですよ。あれ?これもしかして、どっかに行かないといけない感じなんでしょうか。なんかだんだんめっちゃ、
重いですね。はい。まだセーブできるんですけども、移動するのがめんどくさいんで、もう1にセーブします。で、ここのパスワードが、確か、ここのパスワードが、確か、地下の、地下室の、地下室の、バグってますね。地下室の、地下室の、地下室の、ここの、画数、頂点の数で、これは3045だと思います。はい。まあ一応、打っていきましょう。3045。はい。3045です。3045。おや。3045。3045。多分、はい、開きました。地下室の鍵。よいしょ。いや、今、その実況には撮ってないし、その実況をしよう、前に実況しよう、したいな、みたいなことを言った、殺戮の天使っていうゲームがあるんですけど、スマホ版でもなんか最近出て、やらせていただいたんですけど、まあ、実況にする、しようかなって思ってたんですけど、まあもうなんか、普通に実況せずやったらなんか普通に楽しかったんで、はい。まあ、はい。ということです。あれ？これパソコン版だったらもっと青鬼がどっかここぐらいまで来てやっと開くみたいな感じだったんですけど、はい、まあ細かいことは気にせずにやっていきましょう。で、後ろに拓郎がいると。拓郎無事でしたか？ああ、危ないところだったよ。一人でいるのは危険だ。ここから一緒に行動しないか？そうですね。拓郎が仲間になったということで、拓郎が仲間に、なりました。いや。最近、めっちゃ暑くなってきましたね。はい。まあ、皆さんも水分補給とか、そういうのを、やっぱこう、しないといつ熱中症で倒れるか、わかんないんで、まあ、やっぱね、こまめに水分補給、とっておきましょう。あと、行くところが、はい。多分この動画の前半で言ってた、書斎の部屋の、
ドライバー、ネジをドライバーで外したら、後ろの額縁が取れたということですかね。はい。おお。まあ、今回はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。今までの動画をまとめた再生リストがありますので、そちらを見ていただくと、今までのパートが全部まとまってるんで、まとまってるっていうか、全部入ってる再生リストがあるので、そちらをご視聴いただければ、まあ、探さなくても、出てくる、青鬼シリーズのパートが出てくると思いますので、よろしくお願いします。次の動画もぜひご視聴ください。動画ご視聴ありがとうございました。さよなら。というわけで、さよなら。